こんにちは。現代社会では常に殺伐とした空気が漂っており、たびたび目を覆いたくなるような惨劇が引き起こされ、世の人々を震撼させています。ですが、こうした惨劇は今に始まったことではなく、今から10年以上前の海外では20人以上の命を奪い、あろうことかその肉を食らう食人事件を引き起こした男が存在していたのです。ということで、今回は多数の少年を狙った中国の食人鬼張永明が起こしたグロテスクかつ凄惨極まりない事件をご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。2012年、中国にある雲南省において多数の人々が行方不明になる謎の事件が発生しました。この時の地元の警察は、行方不明になった人々は臓器売買で金銭を稼ぐため、もしくは工場での過酷な労働力を確保するという目的で何者かによって連れ去られたと考えていました。そしてその考えのもと、あらゆる工場を捜索したのですが、残念なことに証拠は一切見つかりませんでした。また行方不明者の一人であるとある19歳の少年の両親が周辺住民に聞き込みを行ったところ、どうやらこの少年が最後に目撃された場所は村の外れにある巨大な倉庫だったことが判明したといいます。さらに聞き込みを続けるうちに、他の少年たちが行方不明になる前の最後の目撃現場は19歳の少年と同じ倉庫であったことが判明しています。そして警察のさらなる調査の結果、行方不明になった少年の数は10人以上であることが判明し、少年たちの家族たちは一日でも早く戻ってきてほしいといった旨を涙ながらに話しています。ちなみに行方不明になった少年たちは人間関係に恵まれていて、恨みを買うような人物たちではなかった上に、当時は金目のものすら一切持っていなかったそうです。張永明の生い立ちと犯行。その後、警察は周辺住民たちに聞き込み調査を行い、その過程で雲南省の村の外れに住む当時56歳の男張永明の存在が捜査線上に浮かびました。張永明は1957年、雲南省の農業を営む貧しい家庭で誕生し、母親と父親のほか2人の兄と1人の姉と共に合計6人で暮らし始めました。ですが、どうやら張永明の母親は非常に気性の荒い性格の持ち主だったようで、張永明を含む兄弟たちは毎日のように母親からの理不尽な暴力に苦しめられたといいます。そうした事情により、張永明は誰にも逆らうことのないおとなしい性格になった上に、睡眠中にもかかわらず体をしきりに動かす、発声をするなどの異常行動を起こす無遊病を発症しています。さらに通っていた学校内では突如として泣き出したり上言をつぶやき始めたため、クラスメイトや教師からは異常者としてキーの目を向けられていたといいます。しかし、そんな張永明にも一人の友人ができたようで、彼はその友人と共に夜を迎えるまで楽しく遊び回っていたそうです。ですが、その友人が張永明の家に宿泊し、夜寝静まった時、突如として張永明によって手足を縄で縛り付けられ、身動きが取れなくなるというアクシデントが起きたといいます。さらに、そんな状況にさらされた友人は包丁を持ってこちらを見ながらニヤニヤと笑う張永明の姿を目撃しています。そしてこの時、自身の命が危険にさらされていることを知って大きな叫び声を上げたため、この声を聞いた張永明の両親によって友人は助け出されたそうです。それからというもの、張永明は誰かと親しくすることはなく、静かな少年時代を過ごしていったのですが、どういうわけか成長に伴って気性が荒くなっていき、これまで以上に近寄りがたい存在として周囲から認知されるようになりました。そんな中、張永明はとある近隣住民とトラブルを起こし、そのトラブルの謝罪も兼ねて近隣住民を夕食に招待したそうです。ですが、その時の張永明には謝罪の気持ちなど欠片もなく、その住民を密かに殺害して遺体を分解し、その一部を近くの川に流したのです。そのため1970年代に張永明は殺人の容疑で逮捕され、後に行われた裁判で2年の執行猶予と死刑を言い渡されました。ですが、この執行猶予中に何らかの犯罪をしなければ死刑ではなく無期懲役になるという中国の難解な法律の関係上、張永明の刑は死刑から無期懲役に変更され、また刑務所内で真面目に振る舞っていたという理由で模範囚とみなされたため、1997年に張永明は釈放されてしまいました。釈放後、
釈放後の張永明は雲南省に戻った後、農業で生計を立てながら飼い犬と遊んだり、近隣住民とボードゲームを楽しみながら静かに暮らし始めたといいます。ですがこの時から張永明は夜道を歩いている少年を次々と誘拐して自宅で解体するという凶行に及んでいたと言われています。さらにこうした肉を自分で食べたり飼い犬の餌として与えていた上に、自身が営んでいた肉屋でこの人肉をダチョウの肉と偽って販売していたとのことです。ちなみに2011年に張永明は中国の高校生を捕獲して拘束した後、ベルトを使用して高校生を叩こうとする異常行動にも出ており、この時は通りすがりの人によって警察に通報され、高校生は救出されたといいます。その後張永明は警察から事情を聞かされることになったのですが、自分は法律に違反しておらず単純に子供と遊んでいただけだと話し、それを信じ込んでしまった警察によって解放されたとのことです。ですが今回の少年の行方不明事件が大々的に取り上げられ、後に警察は張永明の家の位置は少年たちが暮らしていた家の700メートル以内にあるという事実を知り、雲南省に住むとある人物から張永明の家の前には袋がぶら下がっており、そこから骨とおぼしき謎の物体が突出しているという証言を得ることができました。さらに当時の雲南省の人々の間で、張永明は少年を誘拐して捕食している鬼だという噂が広がり始めていたため、警察は今回の少年の事件には張永明が関与している可能性が高いと考え、張永明の自宅に向かいました。おぞましい光景と結末。2012年5月、警察は張永明の家の前で血液とおぼしき液体がこびりついていた家の庭の切り株と、家の前に吊るされている何者かの骨がぎっちり詰め込まれていたビニール袋を目撃しました。そんな不穏な状況の中、警察が張の自宅を捜査するために家のドアを開けると、なんとその天井からぶら下がっている生臭い多数の人間の太ももを見てしまったのです。こうして張永明の異常性を知った警察はさらに調べるために台所に向かい、そこでえぐり取って酒につけられた人間の目玉を40個以上も発見しました。また被害者のものとおぼしき多数の靴や衣服も発見されたため、この日のうちに張永明は逮捕されています。なお張永明が殺害した人数は定かではありませんが、少なくとも20人、多くて50人とされています。その後、張永明は自身が殺人を行ったことを認めたため、警察はこの男を殺人の罪で起訴し、後に張永明は裁判にかけられました。この時、裁判官は被害者の遺族に対して謝罪を要求したのですが、張永明はその要求を断固拒否したそうです。そして裁判の結果、張永明には執行猶予のつかない2回目の死刑が宣告され、翌年の1月にはその刑が執行されました。ちなみに当時の報道によると、張永明は12歳から80歳と非常に幅広い年齢層の人をターゲットとしており、張永明の自宅前の土の中からは肉をそがれた人骨が多数見つかったのだそうです。このようにこの事件は凶悪犯に死刑が言い渡されて執行されるという結末を迎えたわけですが、この事件は1970年代に犯行を起こした張永明を釈放してしまったことや、捜査が遅れた警察の職務怠慢のほか、張永明の恵まれない家庭環境などの要因が積み重なった結果起きてしまったと考える声もあります。ネット上の反応と類似した事件。こうした事件を知ったネットユーザーからは、張永明の同じ人間とは思えないような狂気と残虐性を指摘する声や、この事件の被害者の少年たちやその家族の心情を察して同情する声が上がりました。また殺人を犯した人間に減刑制度が適用されることに疑問を抱くネットユーザーや、処理の際に骨の入った袋や足を玄関先にぶら下げるといった自身の犯行を全く隠す気のない張永明の態度に震え上がるネットユーザーも見られました。また張永明が主に少年を狙ったのは性癖が関係していたのかもしれないと考察するものや、明らかなサイコパスであり、その異常性に疑いの余地はないと断言するものもいます。
また、類似した事件として真偽は不明ですが、2012年の中国で通りかかった女性に襲いかかり鼻と唇を食いちぎるという謎の食人事件が起きていたそうで、また2011年には中国の病院が生き絶えた乳児をブローカーと呼ばれる人たちに販売し、その乳児で作った粉末入りのカプセルを韓国の市場で販売した、いわゆる人肉カプセル事件が起きてしまいました。ですが、この事件が発覚した後、中国は法令で医療機関が遺体を売買することを禁じている、人体の組織や遺体を売る行為は断固として取り締まると強調しています。なお、中国のみならずアメリカではジェフリー・ライオネル・ダーマーという男が1978年から1991年の間に17人の青少年を絞殺して食人行為を行っており、フランスでは佐川一世という男が友人のオランダ人女性を射殺してその女性の肉を食べるなど、食人に関する事件は過去にたびたび起きていることが分かっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見ておぞましすぎると思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。